よう。お前のこと探してたんだ。ちょっと面貸せよ。やってもらいたいことがあんだよ。おいおい、無視するなよ。お前は黙って俺の言うこと聞いてりゃいいんだよ。ほら、お前のために3つほど任務を受けといてやったんだ。ひとっ走り行ってこなしてこいよ。これくらい朝飯前だろう。命知らずな野郎だな。その度胸は認めてやるよ。だが次はないぜ。お前のデバイスに送っとくから、とっとと終わらせて俺んとこに戻ってこいや。簡単な任務だろ。こんな任務で手こずったら張り倒すからな。その面構えがよ、見せかけだけじゃねえとこしっかり見せてくれよな。よう、どうだ、任せた仕事は全部終わったか。ふん、なるほどな。確かに終わってるみたいだが、結構手こずったんじゃねえか。力試しになるような結構厄介な任務を渡したはずだがな。そっか、そりゃいい、合格だ相棒。お前は今日からこのイエルブ様の右腕よ。お前がテスタメントの一員としてこの俺と仕事するに値するやつか試させてもらったんだ。ありがたく思えよ。この俺と組めるやつなんだそうはいねえんだからよ。よし、そうか決まりや、早速俺らの初任務と行こうじゃねえか。面白い任務でも探しにクエストボードへ行ってみようぜ。さーてと、どんな任務があるかなと。何何、すでに数十人のブレイドが返り討ちにあった凶悪な原生生物の討伐、それにストロレニー10個の収集。こいつは随分簡単な仕事だな。あとは墜落した白芸の残骸回収。テスタメント定番の仕事ってやつ。なあ相棒、どれを受ける。じゃねえか。俺もこいつをやりたいと思ってたんだ。最近フロンティアネットに反応があったやつで、まだ誰も見つけてねえもんだし。テスタメントのホープたる俺たちにふさわしい任務だと思わねえか。それじゃあ早速出発だ相棒。トロトロしてねえで、とっとと行くぞ。しっかり原生生物どもの住処にされちまってるみたいだな。準備はできてるか。あそこにあるもんが一体誰のもんか、きっちりあの化け物どもに教えてやろうじゃねえか。背中は任せたぜ相棒。この感じ、あいつとコンビを組んでた時のことを思い出すな。じゃあ行くぞ、連中をぶっ倒してやろうじゃねえか。残骸の中には地球の動物たちの研究サンプルが入ってるみたいだが、肝心のあれはなしか。はあ、行こうぜ相棒。 NLA に戻ってエレオノーラに報告だ。お帰りなさいイエルブ。今回の回収任務はいかがでした？何か良さそうなものは見つかりましたか？ハズレさ。相棒、拾ったもんを渡してやってくれ。
あら、地球の動物たちの遺伝子情報？研究班の人たちきっと喜びますよ。でもその様子だと探し物は見つからなかったようですね。うるせえ、何も探してねえよ。余計なこと言いました？怒らせちゃったかしら。相変わらずイエルブは難しい人ですね。だから同じユニオンの人ですら近寄りがたくなっちゃうんですよ。本当はいい人なのにもったいないです。いいからとっとと報酬をよこせ。余計なこと言ってないで仕事しろよ。ごめんなさい。それじゃあ、はい、これを受け取ってください。ったく、この姉ちゃんいっつも俺をからかってくるんだ。まあいい、懐も温かくなったし一杯引っ掛けに行くか。お互いこれから長くなる、腹を割って語り合おうぜ。そいつはまたの機会か。それだけは簡単に話せることじゃねえんだ。ま、今日はそこら辺のことは忘れてよ。パーッと行こうぜ。テスタメントに革命を起こす俺たちのコンビ結成を祝してな。よろしく頼むぜ相棒。ミラ中に散らばった白芸の残骸全部見つけ出してやろうや。しけた任務しかねえな。誰も見つけたことのないようなすげえもんを探しに行くようなやつ。なあ相棒、お前は何か面白そうな話を知らねえか。へえ、お前もいろいろと経験してんだな。そんな面白い話がそこら辺に転がってりゃいいんだが。あ、そうだ、NLA の連中の噂話でも聞いて回ってよ。なんか面白そうなもんがないか探してみようぜ。市民ってのは俺たちブレードよりも意外とそこら辺の鼻が利くもんなんだよ。地球時代の戦場じゃそんな風にしてうまい話にありついたもんだぜ。基地をあいつと抜け出して酒場で頼まれた用心棒の仕事なんかで小遣い稼いだよ。軍に入隊してすぐにいきなり砂漠のど真ん中まで飛ばされちまってな。まあなんもねえ場所だったからよ。ダチと二人で基地をよく抜け出してたんだ。で、近くの町の連中と仲良くなって派手に稼いで遊び回ってたんだけど、カジノの用心棒に軍用品の横流し、今考えりゃ無茶してたもんさ。まあそんな昔話よりは今の話さ。だ、ちょっとばかり噂を聞きに行こうぜ。それで良さそうな話を聞いたらカフェサンシャインで作戦会議と行こうよ。なるほどな、忘却の渓谷に白芸の残骸ね。俺の知る限りテスタメントの中でそこに行ったやつはいない。きっと誰も見つけたことのないようなすっげえものが転がってるはずさ。面白えじゃねえか、一丁行ってみようぜ。そう来なくっちゃ。よっしゃ、それじゃあ早速忘却の渓谷に向けて出発さ。白芸の残骸の周りにまた原生生物か。ったく、こいつら俺らの船を何だと思ってんだろうな。宝物には変わりねえがな、持ち主が誰かきっちり分からせてやらないとな。
それじゃあ行くぜ相棒、いつものやり方で仕留めちまうぞ。さてと、今回の残骸にはどんなものがあんのやら。これはあいつの左腕じゃねえか。見つけた、やっと見つけたぞ。そうだ、やっぱりあいつはミラのどこかに落下してたんだなあ。あいつはまだどこかで生きてるんだよ。そんな、これが落ち着いてられるかよ。だってあいつの腕が、あいつが生きていた証が。ああ、そうか、まだお前には話してなかったっけな。お前にならいいよな。聞いてくれるか、俺の一番大切なダチのこと。いや、話させてくれよ。こいつはお前にも関係のある話なんだ。あいつと俺は生まれた病院も学校も軍の部隊も何もかも同じだ。ダチ同士ずっとコンビを組んできたんだ、この惑星ミラに来るまで。だけど白鯨墜落の日、あいつは最後までクルーを避難させてて、そのまま爆炎の中に消えちまった俺みたいなひねくれ者をずっと見捨てなかった、面倒見のいいあいつらしい行動だよ。でもミラに落ちていった数多くの残骸の中でまだ生きてるんじゃないかって希望を持って探してたら、こうして見つかったんだ、左腕が。 BB だってのに、幼い頃についた十字の傷まできっちり再現されてやがる。お前だってこの間まで発見されずにいて、こうして生きてたんだろ。だからあいつは生きてる。俺はそう信じてるよ。面倒見のいいあいつのことだ。どっかでミラの原住民の厄介事でも引き受けて走り回ってるのさ。新しい腕でよ。俺は何があろうとあいつを見つけ出さなきゃならねえ。そのためにミラ中の残骸あさりに駆け回れるテスタメントにだって入ったんだ。長々と話しちまってすまねえな。どうしてもお前の姿を見てるとあいつと話してるみたいで、余計なことまで喋っちまう。なんていうか似てるんだよ、存在感みたいなもんがな。よく見りゃ全然別人なのに、あいつがそこにいるような妙な気分になっちまうんだ。絶対あいつはこの惑星のどこかで生きてるはずだ。今回みたいな仕事また一緒にやろうぜ。それでよ、いつか連絡もしねえで心配かけやがったバカを一発ぶん殴ってやらねえとな。あいつの両足、左腕、ここまで見つけてくれたんだな相棒。あとはあいつの体と頭だけだな。バカ野郎、あいつはまだ死んでねえよ。実はよ、
あいつの右腕はさ、俺が持ってるんだ。白鯨が墜落するとき、爆炎に消えるあいつのドールを見たと、あいつとはもう二度と会えないんだって覚悟を決めたよ。だけどな、墜落の衝撃で気を失って目が覚めた。俺を守るみたいに体の上にこの右腕が乗っかってやがった。本当、どこまでも面倒見のいいやつだよ。そんなやつがよ、俺を見捨てて勝手に先に行っちまうわけがねえだろ。なあ、頼む。あいつを探すのも手伝ってくれないか。この4つの手足の落下地点から今までよりもっと詳しくあいつの落ちた場所を割り出せるはずなんだ。ありがとうよ。きっとあいつ寂しがってるはずだから、早く迎えに行ってやらないか。まずはエレオノーラに落下地点の予測を聞きに行こうぜ。アイドル、イエルブ、今日はどうしました？切羽詰まった顔して、いつにも増して怖いですよ。今日は無駄話はなしだ、エレオノーラ。すぐに調べてもらいたいもんがあるんだ。今から送る4つの手足の落下ポイントから、本体が落ちた可能性が高いエリアを割り出してもらいたいんだ。あら？それって、あなたの相棒が探してたお友達の体ですか？なんでそいつは。お前、エレオノーラに喋ったのか。お前はこういう大事なことで嘘をつくやつじゃないってのは分かってる。エレオノーラ、何を調べやがった？あなた方の全てを知る私に分からないことはないんです。任せてください。それならすでに全て割り出し済みです。細かい情報もあなた方が設置したフロンティアネットから取得できました。なんてめえ、どこまでおせっかいなんだクソが。だがエレオノーラ、今回だけはてめえのおせっかい感謝させてもらうぜ。これも仕事ですから。詳しい座標は後でお送りしますが、その方は忘却の警告にいらっしゃる可能性が高いようです。そんなところでぼんやりしてやがったか。よし、すぐに行くぞ。あのマイペース野郎の面一発ぶん殴って NLA に連れ帰るんだ。ちくしゃ、きつい一発くれてやるから覚悟してろよバカ野郎。座標からするとこの辺りのはずだが。おい、あれ人じゃないか。やっぱりあいつ生きてたんだ。こんなところで一人でタフによ。なんでそんなもんが必要なんだ。なんだあれは、敵か。これがあいつ、あいつの最後の体。ずっと現実から目を背けてた俺なんかにそんな優しい言葉をかけないでくれよ。あいつはもう戻ってこないんだ。ずっと二人でやってきたのに、
これから俺は一人でやっていかなきゃならない。そうだったな。悪かった。今の俺にはお前がいるんだ。きっとあいつもお前みたいな新しい相棒がいてくれてほっとしてると思うぜ。なんせとことん心配性で、いつも俺が一人でやってけるか気にかけてたようなやつだからな。あいつにこれ以上心配かけないためにも俺は強くならなきゃならねえ。俺のダチは死んだんだ。この体もすぐに弔ってやらねえとな。行こうぜ相棒。こんなところで立ち止まってる暇はねえ。俺たちテスタメントが見つけてくる残骸には NLA の連中にとって大切なものが山ほど埋もれてるんだ。ミラージュに落ちた白芸の残骸から地球の思い出全部持ち帰ってやらなきゃよ。きっとあいつだったらそんな風に駆け回ってたと思うんだな。これからも頼むぜ相棒。一緒にでかい仕事成し遂げてやろうぜ。はい、そうです。懸案事項であった疑似記憶については安定領域に達しています。また第三者の協力もあって人格の固定化にも成功したといえます。以降これをマスターピースとし量産中の J ボディにプリセットしていけば。はい、わかりました。これより計画の第2フェーズへと移行します。